グローバルボーイズグループ INI の池崎理人先は正式には辰崎、後藤健、坂塚弘夢、後は正式にははしご高が2日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組 From INI 東京 FM JFN38 局ネット25時に出演。アメリカで刺激を受けたパフォーマンスについて語った。池崎理人、お手本にしたいパフォーマンスを語るこの日、現地時間7月26日から28日までアメリカ・ロサンゼルスで開かれた K カルチャーフェスティバル、KCON LA 2024への出演について振り返った3人。NCT127、NCT127 のパフォーマンスをかなり間近で見たそうで、池崎はお手本にしたいと力説した。中でもマークのパフォーマンスについて、かっこ良すぎて熱くて涙だそうになったと語り、ユータの終盤の盛り上げ方にも、ファッションやばい、とかなり感心した様子。後藤も同じく刺激を受けたようで、自身らのパフォーマンスについて、あれくらいのバイブスでいかないとあかんなと語った。池崎はそうなのよと後藤の言葉に賛同して、あそこ飾れるようにしよう。俺らもと力強く意気込んでいた。また、キョトヨボンについて池崎が、今回もすごい頼りになってさと明かす場面も。現在、英語の勉強を続けているという池崎。渡米前に英語が万能なもとに俺も、英語を、喋るようにするし。でも俺リスニング完璧じゃないからちょっと助けてほしいと伝えたところ、元からもちろん俺が池崎のわかんないところは訳して、みんなにとりあえず触れるようにするからと頼もしい言葉をもらったのだと解雇。池崎は、トヨボン大好きってなったね、本当にね、かっこいいよと続け、トヨボンの存在が当たり前と思っちゃあかん、ありがとうだねと感謝を伝えた。後藤も、トヨボン感謝、と言うと、坂塚も本当にいつもありがとうございますと続けて日頃の感謝を改めてラジオ越しに伝えていた。Déjame soñar contigo, déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Con esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.